とはもうね、そういう人生歩むから一生。今の時期ね、模試なんかの結果どうでもいいから。スキー入れたらめっちゃ面白い。変えないみたいな。今のはいいアクションだったと思いますよ。Hello there、 始まりましたモチチャンネルです。今回はですね、やってまいりましたスーパースター。何の表情。いやなんかちょっとハローではちょっと元気なくない。いやもうだって生放送2時間やってめっちゃ疲れました。生放送マジ疲れましたね。正直いやあんなに疲れるとは思ってなかったですわ。すごい質問の数追いつかないね。すごかったですけど、お疲れ様でした。お疲れです、はい、今回はですね、直前期どうしたらいいんだろうってもうメンタル参ってる人いっぱいいると思うんですよ。そんな人たちに直前期どうやって勉強したらいいのか、ね、悩んでる人多いと思うんで、はい、その人たちにちょっと活を入れてもらおうかなと。なるほど。逆にその直前期にメンタルがね沈む余裕があるってね、どんだけ怠けてるんですかね。でも全然わけわかんないですけど、まあその要は直前期って当たり前ですけど、はい、最も焦らなきゃいけない。そうですね、まあ、逆にそれがねプレッシャーとなって反動でもう何も手がつかないとかね、やりたくなくなっちゃうっていうのは、まあ、あるのかもしれないですけども、まあ、そういう人はもうね、そういう人生歩むから一生。おお、なるほど。一生そういう人生歩んじゃいますよ、そういう人はね。だからやっぱりね、一時が万事なんでね、要するに今あなたね一番若くてエネルギーもあって、で目標もあってっていうところで頑張れなかったら一生本当に頑張れないですから、あのね、今死ぬほど頑張りなさい、とりあえずね。でやっぱりへこみたくなる気持ちもわかるし、やっぱり模試の結果がねあまりこう芳しくないとか、本当に模試の結果悪いと授業休んだりとか、はい、後日受験して、はい、いい点取るとかいうやつ。ああ、そういうずるっこしちゃう人ね。そうやってなんかもうメンタル、はい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 、自信つけるとかってやっちゃう人とかいるんですよね。なるほどなるほど。まあね、そのやりたくなる気持ちはわからんでもないですよ。だって、まあ、自分の判定全部さ E 判定 D 判定でね、うん、もうこんなんもやっても意味ないでしょみたいになるのを、うん、まあ、なんとかね、もう仮初めでもいいからそうやって回答入手してみたいなことをね、やりたくなる気持ちわかりますけど、まあ、結局ね自分との戦いなんです最終的にはね。例えば偏差値っていうのは他人との評価じゃないですか、はいはい、そうですね、もちろんそれは大事なんですけど、それが大事なのって今の時期じゃなくてもっと前の時期なんですよ。ほうほうほう。要するに高3の、まあ、夏前、うんうんうん、要はその後どう勉強していくかっていうことを逆算するために自分の現在地が必要なので必要なんですけど、今の時期ね模試なんかの結果どうでもいいから、ぶっちゃけたところ、うんうん、だって今からどう計画ね変えたってもう変わらないじゃないですか正直なところ、うんうん、もう最後はね馬力ですよ、馬力。要は今自分のね位置が分かったところで、例えばその後ねもう道の距離がなければどんなにダッシュしたって追いつかない場合ってあるんだから、要はそこで要は細かな戦略っていうのは立てれないわけですよ、もはやね。だから最終的には自分がどれだけ必死に根詰めて精神状態をギリギリすり減らして本番まで頑張れるかっていうところで決まるので、もう要するにそんなねずるっこしてるぐらいの時間があったら、もうそんなんねもう模試なんてもう最後受けなくてもいいから勉強した方がいいですよ本当に。そうね、そうメンタル崩れるぐらいだったらば、もうその11月以降の模試っていうのは、例えばまあ駿台全国とかね、まあ、ちょっと難しい模試があるとは思うんだ、はいはい、とはね、しょうもない模試がねやばっ、ちょっともうあんまね受験者層の、まあ、多くない模試とか特に11月ぐらいになると優秀な層ももはや受けなくなりますから、逆に要は9月10月の模試でエンドってする人も多いですから、要はそこの層って要はあまりその模試の、まあ、データとして信憑性がない場合もあるんですよね。だそんな模試に一喜一憂して結構メンタルぶれちゃう子だったらば、あの受けなくてもいいと思います。うん、もう要は受けたところで変わんねえからもうね。そうなんです。だからそれだったらばもう目をつぶってもいいと思う。でやっぱり受けた方がいい生徒もいるのは実際で、やっぱり模試をリズムにしてトントントンね、跳躍伝導のように成績を伸ばしていく子はいるので。跳躍伝導、そうなんです、生物やってる人分かりますよね。そうランビエ降臨を飛んでいけばいいんですね。また調べなきゃいけないよ。またウィキペディアにお世話にならなきゃいけないよ。そうなんです。だからそういう風なリズムカルにね、その模試を使っていける人はもうどんどん採用したらいいと思うんですけど、やっぱりねそういう風にメンタルブレイクしちゃう人はもう模試はね逆に避けるね。そしてもう本当に平常心を持ってちゃんと1日14時間ね5時間の勉強をコンスタントに続けていく。そしてさらに必ずやってほしいのは、要は
自分が受かるってことをイメージしてほしいんですよ、ね、この最後だからこそどんなに実力が伴ってなくても受かる自分をイメージしてほしいんですね。もうねそこでやっぱりイメージがマイナスになった瞬間にもう全てのクオリティが落ちてしまうので、それだけは避けなければいけない。つまり実力が全然伴ってなくてもなんとか意識だけは高いレベルに持っておいてほしいんですね。これさえできれば奇跡が起こる可能性が高まるわけですよ。なるほど、はい、いわゆる逆転合格とかっていうのはそこからってことですね。そうなんです。やっぱりね信じないと現実にはならないですよ。なるほどなるほど。もう落ちるかもって思ってる人は落ちますから、うん、そうなっちゃったらダメよってことなんですよね、はい、受かった自分をイメージして。そうです、うん、で実際やっぱねそれができてる子っていうのは本番で奇跡が起きる、まあ、奇跡が起きるってね、奇跡なんて期待しちゃいけないんですけど、やっぱりあるんですよ。やっぱ前日見た問題が出たりとか本当にするんですよ。そうですね。そう本当にあるし、やっぱりそういうのって何がね誘因かはわからないですけど、うん、やっぱりね思いの力だと思いますよ最後は、うん、ね、まあ、自分自身もそう最悪 D の時は D、 最悪 E の時は E 判定できたけれども、なんかもう KO 分に入るイメージをずっとしてて、はい、最後いけましたからね。やっぱりてかめっちゃバカですねすごい冷静に冷静に何を言うかな KO 分 E 判定みたいな、勉強しろよお前みたいなそうそうそう、ほんとそんなんでね。こんなんだってもう辞書持ち込んでええやろあれ。そうそうそう辞書持ち込みか。で、でも世界史とかもほんとギリギリ、ほんとに2日前のやつとか前日も出たし、当日昼休みも出たのも出ましたね。いや本当にね、いやけど本当にあるんですよね。けどやっぱりなんかそれってやっぱり貪欲に何が出るかなって考えて見てるから、うん、やっぱり、ね、そういうのを拾えるんだと思うんですよ。そこで何も考えずにもうダメだこりゃっていう風にやってると、うん、あのね目に入るものも入ってこなくなるから。本当、いや本当ね、やっぱそういう最終的には勝負の世界って、だってどんなにね金メダル取るって言われてた人も最後にね取れなかったりするし、はいはい、ね、2,3 ずっと A 判定だった人だって落ちてるんですよ、やっぱ僕の周りでね。で逆にえお前ずっと E 判だったじゃんってやつが最後に受かることが本当にやっぱ塾経営してるとあるんで、やっぱそれってね最後まで目をねランランと輝かせて、うん、俺はやってやるぜってやつはね運もいいし、やっぱり最後にグワッ伸びてる。うん、なるほど、うん、あとはもう前半戦の試験からすごい多くを学んでる。おお、はい、だから前半ボロボロで最後の第一志望の KO を受かっちゃうとか、はいはいはい、そうマーチとかねバカバカ落ちてんのに、はいはいはい、なんで KO だけ受かったのっていう子が本当にいるんですよ。なるほど、はい、だから要は受験を通しても人間っていうのは成長するので、要は最後の最後までましてや11月12月の時点で諦めてねもうダメだとかね、もうやる気起きないよなんて言ってちゃ全然それねメンタルで負けちゃってるから、はいはいはい、メンタルで負けたら実力は勝ってても負けますからね、うんうん、それはダメよってとこですよ。どうですか、過去問も結構あるじゃないですか、はい、過去問やって取れないからへこむとか、はい、過去逆に過去問買ったらもう受かった気分になっちゃうやつとかも多いんですねこの現役生に多いんですけど。なるほどなるほど。買ったら受かった気分になるやつは、まあ、まず、まあ、からやり直したと飛んじゃって今の使えるそういうじゃん。でもだって使えないじゃん飛んじゃったよいや P 入れたらめっちゃ面白いP からやりなさい使えないみたいな今のはいいアクシデントだと思いますよだからそういうね甘ったれた精神はダメですけども、はい、その過去問がね、良かったらできなかったとか、持ち合いできなかったんでね、まあそれはできなくてラッキーだと思わなきゃダメですから、ね、だって、ね、そんなこれから重大な交通事故に起こる前に一回ね、なんかベビーカーにぶつかれたと思うわけですよそうしたら、そう、分かりますね。だって不合格が最大の事故なわけじゃないですか、はいはいはい、だから最終的には2トントラックに当たったかもしれない前に、うん、
ベビーカーにポコってぶつかられて気をつけて歩いてたら2トントラックを避けれたと思えばいいわけじゃないですか。なるほど。だって過去問なんてベビーカーじゃないですか、そんなんね。全然本番でも何でもないわけだから、うん、そうですね。そこで取れなかったからといってダメージがあるわけじゃない、ね、そうなのはむしろノーダメージぐらいなんですよ。だから要はそこで事故ったおかげでその後の大事故を避けることができたってポジティブに捉えていかないと、うん、そんなんでねもうその一遊してたらもう全然メンタル持たないですよね、はいはい。To give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.